上町一丁目停留場は、高知県高知市場町にある都佐伝交通委の線の路面電車停留場。坂本龍馬誕生地前の副名称が付けられている。当停留場は1906年、本町筋一丁目停留場の名で開業した。1936年には、町名変更により表記を本町筋一丁目に変更。1942年に停留場は一旦、 休止されるが、10年後の1952年に営業を再開した。上町一丁目と称するようになったのは1966年のことで、これは同年に実施された住居表示に伴う町名変更によるものである。一時は停留場の廃止が計画されたこともあったが、当地が坂本龍馬の誕生地であること、近くに高知県立盲学校があることを理由に、 存知されている。上町一丁目停留場は、井野線の平洋軌道区間にあり、ホームは道路上に置かれている。ホームは二面あり、東西方向に伸びる二本の線路を挟み込むように設けられている。ただし互いのホーム位置は、東西方向にずれていて、東に、張馬や、橋方面行き、西に、井野方面行きのホームがある。井野方面行きのホームは、上町二丁目。 はりや橋方面域のホームは一丁目に位置する。坂本龍馬誕生地の日野線の軌道が敷かれている電車通りはかつての大関道に相当し、街道沿いの上町界隈には大棚がの木を連ねていた。その大棚の一つ、埼谷屋の分家から生まれたのが坂本龍馬であり、上町は龍馬の生まれ育った町である。坂本龍馬誕生地は到底流上が最寄りで、 電車通りの一筋南、徒歩3分の距離には、高知市立、龍馬の生まれた町記念館がある。AB 今尾圭介、日本鉄道旅行地図帳11中国四国、新庁舎、2009年、60ページ。ISBN 978から4から10から79万29から6。ABCDE。 土佐電鉄が走る町根三十四から三十五ページ、路面電車は行く高知高知新聞社、九百九十八年、八十八ページ、i s b n 四から8 7 5 0三二六八四 ABCDE、土佐電鉄が走る町九十八点一5六から百五十八ページ、上野広と、土佐電交通、再出発、便利な市民の足に、高知で、 設立式新デザインの車両披露。毎日新聞 AB 川島慶造。四国、九州ライン全線、全駅、全廃線第二関四国西部エリア、高段車、図節、日本の鉄道。2013年、40.93ページ。ISBN 978から4から06から295,161から6。上町の歴史。高知市立。 龍馬の生まれた町記念館。2017年5月16日閲覧。電車機道路線図。土砂電交通。2017年5月16日閲覧。ありがとうございます。